割とね、はい、雑談が好評で、おうおうおう、もうカメラ回ってるし、回ってる、最近このパターンばっかりよ、うまいね、いつの間にカメラ回ってる、抜き打ちでね回すっていうやつが流行ってるんですけど、はい、僕の中で。さあこれから、まあ、アップルショックというものがありまして、ダウダダダと崩れましたけれども、はいはいはい、今とりあえずですね、これ200日の移動平均線に支えられている形にも見えるというところで反発しておりますが、うんうんうん、まあ、ここからですね、その今日やったようなファイブアイズさんのところ、中国さんの徹底抗戦、はいはいはい、徹底戦争、冷戦が始まったというふうなことをも踏まえてですね、これからどうなっていくんだろうというところから雑談を、はい、開始したいなと思います。そんな重いテーマから入る漫画のこととかやらへんから。いやそれはね、ひそかどこにおるか喋らんでいい。ひそかがどこにおるの、ひそかどこにおんの。え、イルミやろあれ。え、がひそかやんな。どういうこと。え、イルミがひそかな、うん、どういうこと。確定でしょ。え、なんで、どういうこと。そっち知らんねや、分からへん、経済の話しよう。なんでやん、めっちゃ気になるやん。あ、でもこれも流れてる頃にはね、明らかになってるかもしれないな。まだか、まだか、うん、え、イルミがヒソかな。イルミってあのこの、あ、うんうん、あのキラの兄ちゃんですよ、うん、あのあれよね、うん、変装してるってこと。そう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 、がヒソかなの。ヒソかが、ヒソかどこに隠れてるか、イルミがに、ヒソかがイルミになってるってことですよ。あ、もうあれドッキリテクスチャーみたいなやつで、多分多分。あ、マジでそんなんあり。確定ですよこれ。確定なの。あのコミックで、うん、最新コミックで富樫さんがネタバレだ、コメントでネタバレだけど笑いみたいなんで、うん、表紙見たらそうなる、分かるんです。コミック見たら分かんねんね。コミック見たら分かります。あ、もう全然普通にみんな有名な話なんで言っても全然いいと思うんですけど。なんか言わんといてほしかったな。びっくりしたかったな。あ、まあまあ、ちょっとそれを踏まえてちょっとコミックの方を見てみますわ、うんうん、そうか。へえ、じゃあもうひそかいくら探しても出てこないっていうことだ。まあ、まあ、もちろんそっからまだもう一回あるかも、もう一回あるかもしれないですけど、とかしたことで分かんないですけど、まあ一応そんな感じで言われてますね。それより今週号のジャンプびっくりせんかった。今週号のジャンプ何やったっけ。あのハンターハンターね、うんうん、本になってたやん、本に。G や、途中全部 G やったな。いやいやいやって思うよね。銀魂を思い出した。あ、銀魂もあんな。 G は多かったけど絵はあったやん。あんなではなかったけど絵はあったやん、うん、絵ないねん。小説やった。小説。あれやったらあの人の顔をドーンって書いてほしかったよね、裏に。あの人の顔の上に字を打つみたいなことぐらいしてほしかったなと思って。中華も考えすぎ、あの人考えすぎ。ぐらいの。ね、まあまあもう すごく簡単やったら、うん、ある意味手抜きですけど、そう思わせない富樫さんがすごい。いや、手抜きでしょ。思わせてるわ。まあ、ハンターハンターのね、後になってた小説になるかもしれんよ。絵なしっていう。いや、でもそれでもいいかもしれん。物語の完結をみんな望むんだったら、うん、小説にしちゃった方がいいかも。もうしかも富樫先生が書くんじゃなくてインタビューに答えて、そう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 。あとはライターが書くっていうね。ライターが書いて、それを何十年か経った後に、うん、後の人たちが絵を似せて、はいはいはい、こう作っていくみたいな。あ、弟子さん、お弟子さんが、お弟子さんがね、はいはいはい、うん、いいんじゃないですか。だってハンターハンターまだ半分ぐらいらしいですからね。半分終わんないですよこれ、ね、僕ら生きてる間に無理っすよね。完結みたいですから ね、はい、完結とかするんかな。うん、あるんかな、何か形がね。なんとも言えないですね、うん、ちゅうか、うん、時間操り出しちゃったよ。ほら来たでしょ、時間操りに来ちゃったよ。時間なんだから、こうなんどっかの回で言いますけど、ジャンプの究極は時間なんです。時間やで、ジョジョのあの時代から。ほんまやで、あの究極の能力、ゴブ、うんうん、ダイヤモンドダッシュちゃうわ。ディアブロだ。あのザワールドね。あ、ザワールドか、ディオか、サンブだ、うん、そうそうそう、うんうんうん、あれ時間だったの。時間やね、うん、時間を止めるだけやねんけど、あ、ね、あ、操る方か。あのね、ディアブロは次元をね、ぶっ飛ばすの。ああ、はいはいはい、だから全然ちょっと違うねんね。あ、まあ、細かく言ったそうね。はいはいはい。だから今回まだ曲げでホムラちゃんね。ホムラちゃんですよ。結局その時間を止めるとかの能力じゃなくて、はい、今回のあのツイードニヒの能力は、うんうん、はい、未来を変えれちゃう、10秒変えれちゃうっていう話やから、ね、うん、どっちかというとゴブのディアブロですよね。あ、確かに細かく言ったそうか。
そうそうそう、そういうこと。どうでもよくないこの話。ごめんなさい、5分間。で、相場な。ワンピースのそんな能力で出てくると思うな。いや、トキ様出てきたやん。トキさん？トキ様。トキ様？うん。あのトキさんってあれ？桃之助のお母さん。ああ、時間圧。ああ、そうそう、時間圧ってはさの、あれ、うん、未来に渡っていくね。時々のみ。うんうんうん、そんくらいでとどめといてほしいよね、ワンピースは。だってもう分からなくなってくるやん、うん、え、どういうことってなるやん。僕一瞬あの人はルフィのお母さんかなと思ったんですけどね。それはないな、うん、と思ったけど、うん、思ったけど。こっちの方が面白いわ、雑談コーナー。はい、ハッファイブアイズさんが何してるかっていう話ですよ。そんな暗い話嫌や。暗くないやん。これはみんなが稼げるようにしたらええだけの話よ、これ。はいはい、うんうんうん、そうですね、これ焼肉コーナーではないってね。うん、ワンピースのイムって、イムな言ったっけこれ、うんうん、あれ字合わせた仏になるんですよ。ああ、あのイートムーでね、うんうん、言ったっけ。言ってない、言ってないっけ。言ってないけど、うん、うんうん、知ってるよ。うん、だから、だからだから、まああれは、うん、僕の説で言うワンピースは日本の神話に基づいている説で言うと、うん、神道しかなかったところに仏教を伝来したっていうインパクトを表す象徴の人。なるほど。だから700年前の空白の期間に起こったのはそういうこと。なるほどね。っていう象徴です、ね、象徴で、うん、イムですよ。なるほど。思っています。うーん、イブっぽいっていう意見もありますけどね。イブ、うんうん、最初の人類だよね。イムね。イムからイブみたいな。うん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 。でも仏の方だよね。うんうん、なかなかイムっていう名前をつけないもんね。そう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 。うん。まあ置いといてやな。置いといて。どうなっていくかということですよ。ね、うん、まあこのね、おかしな揚げ揚げの時代。はいはいはい、というものがもしかして、まあ、これを転換とは言えませんけれども、まだまだね、うん、どうなっていくのかという話ですよね。はいはいはい、まあ、ここら辺で、まあ、こんな似たような形の反対バージョンが出てますけれども、うん、まあ、ダブルトップともちょっと言いにくいけどね、こっから三尊みたいな形を作っていかなくもないような形になっていってるなというふうにも見えるわけです。はい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 、へ、でもそういう情報を総合していくと株価っていうのは、うん、まあ、戦争になったら下がりますよね、基本的には。戦争になったら下がりますね。あ、だから水面下で冷戦時代とかどうだったの、冷戦時代とか株価は。冷戦時代はちょっと長いから、そんな上がった下がったって言ってどっちも入ってると思いますけど、じゃあ別にそんなに影響ないんかな。影響、あ、まあ、メインで撮った株 FX ニュースの話で言うと、即何か出るってことはないですね。情報機関が戦うってことなんで、表だっては闇のうちに消していくでしょうから、うんうんうん、表だって何か起こった時は、まあ、原因はそれとしても、うん、それが原因とは分からないでしょうから、うん、一般には、うんうん、だからどっかで何かが起こるっていう感じでしか今は全然予測できないですね。なるほどな、うん、うん、そっか。でも僕のね、うん、僕のというか、あの焼肉コーナーはあるんですけれども、あ、だ、あ、一つだけ、あの、またこれはカバ FX コーナーちゃんとやりますけど、はい、今すごく懸念されるのは債券なんですよ。あ、言ってはんちゃね、債券コーナーやるって、債券コーナーやる言ってましたね。え、違う。ワールドトリガーがね、やばくなった話があります。興味ある話やから乗っていってしまうっていう。債券がですね、今長期金利がすごい上がってきて、うん、まあ、一応その上がってくると、これまた詳しく言いますけど、今回はざっくり言いますけど、うん、債券に投資している人が全部赤字になるラインがあるんですよ、長期金利のね、うん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 、でそれは今アメリカが利上げしてるんで、徐々にそのリミットが迫ってて、もう突破してもおかしくないんですけど、うん、一応ニューヨーク連邦銀行ってところがお金を30兆円ばらまいたというか市場開放して、マネーサプライ上げたことによって、今何とか抑えてるんですね、3% 前半台に、うんうん。それが半ばぐらい、5ぐらい超えてくると、うん、債券の持ってる投資が全部赤字になるんですね。うんうん、そうなったら債券、だから今、実は、アップルショックが起こった本当の理由は、その債券投資家たちが利益で出る IT 株を売ったからなんですよ。なるほど。アップルショックはただの引き金というか、まあ、うん、その理由付けするなら、アップルの
iPhone があんま売れてないみたいっていうのは、うんうん、あくまで理由、後付けの理由ですね、うん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 、売れてないのはもう分かってたし、そうですね、だいぶ前から分かってましたよね。店頭行ったら分かるじゃないですか、体感としても、うん、一般ユーザーからしても、うん、売れてるか売れてないかっていうのはね、うん、だから それはあくまで一つの記事としての見せ方で、うん、本来その債券投資家が利益でずっとね IT 株上がってるんで、うん、利益出てたね、売って赤字補填してるっていう面があって、なるほど、もうじゃあ債券投資家っていうのは赤字になってるってことなんですね。なってるところも出てきてるんですけど、うんうん、それが長期金利歩いて金が超えたら全部が赤字になるラインがあって、なるほど、その時に株価は超暴落すると。なるほど、これずっと前から僕もポンドマゲドンっていう言葉で、ね、うん、ポンドマゲドン言ってました。債券とアルマゲドンの5、うん、ボンドマゲドンです。ポンド、あ、ポンドは、ポンドは GDP ですよ、イギリスですロンドンになったね、うん、ボンドね、うん、とごめんなさいね、あのもう撮影を何6時間ぐらいやってんの、うん、なのでもうちょっと頭が大丈夫、ごっちゃごっちゃヒント言ってくれたら俺が答える七節さんに出したい問題さえ出てこなかったカストで言わしたかったのですけど、それを出す質問が思い浮かばなかった無理せんとそれ、そのボンドマゲドン出てるようにね、うん、その実は株全世界の株価より全世界にある債券の額が大きいんですね、うんうんうん、総額で時価総額だったら、はい、なんかそっちが爆発した時に当然株価も大暴落食らうので、赤字補填のためですかね、そういうことですね、基本的にはね。だから今後アメリカが利上げするために実は結構ピンチが近づいてるんです、ね、うん、何しようねんなリワルドさんな。それはだからそれは一体アメリカにお金を戻したいわけですよ。新興国に置いていくよりアメリカの金利高ければ戻ってくるよね、戻したい、お金戻したいわけですね。そんな困っとんの？違うよ、理由があるでしょ、戻したい。それはさっきのファイバーズと絡めていったら見えてくるでしょ。でも見えないけど、うん、そっかそっか、うん、お金を戻したいね、戻したい、戻しときたいわけですよね、うん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 、何か起こるときに。そうか、戻ってるわ、そういうことです。戻ってるな。でもその代わりいろんなところでもうぼやが起きてるというか、ぼやどころじゃないよっていう話のね、経済危機が起こってくるよね。うん、うん、どっちにしろ行くも地獄引くも地獄の状態やな、世界は、金融の世界は。そうもちろんそうですよ、うん、どうなんやろうね。でもこの 高値を軽やかに更新していくっていうような未来はあるんかな。演出として全然考えられますけどね。うん、実態としてはもうそこまでの力はないということやね。ないでしょうね、うん、まあ、ここで高値最高値というふうに決めてしまうのももちろん良くないんですけれども、うん、はいはい、全然、うん、いろんなことをさ考えるとここから上がっていくってなかなか考えにくいよねってこの時も思ってたけどね、うん、多分ね、うん、という感じで、まあ、一回、まあ、あとこれもアメリカヤバイデ特集で言いましたけど、すで、うん、にアメリカの上院議会の方で2019年後半がアメリカ景気が後退するっていう見方でもメインにシナリオなんで、持ちきりや、持ちきりというか、まあ、そういうシナリオのもと減税を急いだ面があるんで、うん、今回のね減税で言う、うん、今回というか今年の減税で言うとね、だから2019年後半がアメリカ経済失速はもうほぼ織り込み済みっていう感じですね。確定済みやね、確定済みっていう感じですね、うん、じゃあもうそろそろ売り目線で見ていった方がいいのかなっていう市場になってるわけね。分からんけどね、うん、週足とか日足とかでやったらもっと、週足じゃなくて日足とかね、うん、そういう短期やったら全然まだまだロングで入って取れる部分は絶対あると思うんで、また別ですけれども、まあ、ドイツ銀行またやばいってなりましたしね、もう一段階やばくなったってこと、うん、これはちょっと前の話なんですけど、まだこれも詳しく株 FX コーナー言いますけど、うんうん、ドイツ銀行ってね、代々トップって、うん、ドイツ人やったんですよ。ほう、あの、まあ、ドイツ銀行、うん、それはそうですね、ドイツ人しかなれなかったんですけど、うんうん、初めてインド人がなったんです、ね、マジで。でもその人が、うん、なんかやらかしたんです。何を？いや、まあ、ちょっと前の話なんですけど要は投資めっちゃして失敗して、うん、失敗しちゃった、うん、余計焦げついちゃった、うん、余計借金膨らんじゃったって言ってます今。その人はまあ頭取りなだけであってゴーサイン出しただけですよね、うん、おそらく、うん、でもなんでその人、なんでその国籍の違う人が初めて頭取りになったんでしょうね、まずもって。ああ、そうか、うん、多分なんかやむにやまれないその理由があったんでしょうね。うん、分かんないですよね。まあそれまたちょっと詳しくやりますけど、うんうんうん、詳しくやるんですか、ほんまに
ほんまにやるんですか。こっちの方がええこと言ってるって言ってこっちの再生回数が上がってるまあ、メルケルさんもね、あの、うん、2年やるって言ったけどあれはやらないって言ったんですが、うん、あれとあれしかやってないけど、あれとこれ、あれはやるけどこれやらない、うん、言うてた言ってた、うん、首相はあるけどっていう話、うん、あれもドイツ銀行の年寄りはやらなあかんからっていう説があります。なるほどな、うんうん、そういうことね、うん、ほうかほうか、うん、でですね、はい、これは焼肉コーナーでやるべきことなんですけれども、いつぐらいに紙用資金を、うん、そのレバレッジフルでかけていこうかね、いこかいなというふうに思っているわけなんですよね、うん、でこれはね、これはファイニックスです。ファイニックスのチャートです。だから、うん、まあ、もう一番信用はあったんですけれども、嘘もんのチャートになってますね、こんなテザーとかではね。そうです。でも見とかないといけないチャートではあるんですよ、うんうん、でここで言うとですね、もうこの長い長い三角持ち合いのフラッグみたいなものを作って、はい、それをですね上からズドンと突き抜けていったということですね、2個、うん、この上の抵抗ライン、はい、そして下の水平のサポートライン突き抜けて、今その下で一応ですねこのピンク色の短期のですね、うん、過去トレンドのラインの上に乗ってるようにも見えるというような状態であります、はいはい、他にそうですね MA とか出してないんで分かりにくいと思うんですけれども、あ、これサポートラインさえ引いてないですね、すいませんね、白チャートですでビットコイン、はい、円です、円のチャートですけれども、こっちはですね若干フレファーがここら辺に比べたらでかいというような感じですね、うん、また線引いておきますねあれ、ほんで XBT どこ行ったかな、あ、これだ、XBT。これはですね、MEX のチャートですね。はい、これ、USD です。まあ、ほぼ同じ形なんですけれども、若干、うん、若干ね、価格とかも違うと。5559ですけれども、ビットフェニックスでは5693というような状態でね、はいはいうん。で、どこまでどうなったら、どこまでどうなった状態でぶち込むかっていう、本来だったらね、うん、こういう下げをずっと予測してたんで、うん、ここら辺でですね、もうなんかちょっとずつショート入れていくのがまあ正解なんですけれども、まあ、今回はね、もう全然もう手つけてなかったんで、うんうん、まあこの上げを狙っていくという方針にしたいと思ってるんですね、はい、そうですね、仮想通貨の未来を一応応援してる番組なんで、うん、空売りで儲けてもね、そう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 、あんまりなんかねちょっとまあまあ悪くはないんですけど、うん、なんか違うか、そうそう、肉に行けたけど、あの阿鼻叫喚の中ほとんどの人が資金失ったお金で、うん、儲かったお金かっていう印象になるんで、はいはい、うん、それはもう七福さん個人口座やってもらって、あ、そうですね実際ね、ほんまうぎゃーすって言ってる人たちはいっぱいいたので、はいはい、うん、言わせた、言わせてません、言わせてません、うん、傍観者でした、傍観者ボカーンとしました、あ、ピロリンピロリンってなってるわと思って、珍しく七福さんが夜中に LINE 来たと思った、そうやった珍しいで、はい、あとですね、ここで、まあ、まだね僕の予想としてはですね、うん、もう一段下があるんじゃないかと、先生時間つけますよ、ああそうですかじゃあそろそろやめましょう他人には厳しいけど自分には甘い、いや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 、ちょうどね募集とかはだってすぐ終わるじゃん募集します見てねって終わりじゃんこれね週足ね、はい、これ1個下抜けてきましたという状態ですわ、うん、でどこでね思いっきり買い入れようかなっていうご相談なんですよ今回は、はいはいはい、うん、週足コーナーもう全いろんなコーナーがごっちゃ混ぜになってます、ね、そうごっちゃ混ぜにしちゃったこれログスケースになってますね、こうですね、そうやな、ほんで僕の言ってるのはここら辺52万とか54万のあたりまで、はいはいはい、このまあ、下げて全然おかしくない価格帯になってきたよということですね、うん、ここにトレンドラインありますからね、引いてないけどね、これもしばしあと2分ぐらいでやめるからね一応ここの、うん、フィニックスで見るとここの、うん、下のトレンドラインにブチンとちょっと抜いてきただけ、はいはい、まだ足で抜いてるだけ、あ、ヒゲで抜いてるだけ、実態では、まあ、抜けてるけどもみたいな、うん、まあまあ分からんなっていう感じですね、ここからどう動くのか分からんな、でこの点線の下の5400あたりまでは4000、5000ぐらいな、はあ、これやったら、うん、ぐらいまでいけるんじゃないかと
ここで行くのか、でここにどこからね、どこ、まあ、分からへんだから、どこまで行ったらどうなるか状況を見ていくしかないよねまあそりゃそうなんですけどね。なんかいいヒントください、いい案。あ、僕その今話聞いたらどうやってルフィはカイドウを倒すのか考えてました。あ実際どうやって倒すんやろね、強すぎるやろ、ね、一撃やからね、一撃やろ、うん、ギア4一撃やで強くしすぎたよ多分あれは強くしすぎたな。まあ神話に基づいて言うなら竜なんで、はい、ヤマタノオチをね、神話で言ったらヤマタノオチはお酒飲まして、ああその出勤にスタノオが切ってっていう、うんうん、あのね、そんな可能性もまあなきにしもあるんですけど、それだと面白くないからね。ああそうやね、うん、戦わんとね。そう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 、うん、でおそらくまともに戦える四校ってカイドウぐらいしかいてないですよね。ああそっかそっか、まあこれは言ったかな、ビッグモモとは戦えないんですよ。戦ってなかったね。なんでかって言ったら女子やからね。ああそっか、そうそうそう、これ結構落とし穴というかあるんですけど、うんうん、ね、さすがにルフィってパンチだからさ、うんうんうん、女子を殴れないでしょ。ああなるほど、漫画的にビッグモモとはいえ、海賊とはこの世界でね、この世界では。なるほど、だからビッグモモとは絶対戦わない、ね、戦えないですよね、うん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 、これジャンプの宿命というか漫画の宿命。あなるほど、男子キャラと女子キャラは戦えない、うんうんうん、そういう意味でワールドトリガーは戦えるんで、あれ素晴らしい、素晴らしいですね、設定だと思うし、うんうん、実際戦ってないから。そうだよね、そういう意味では素晴らしい設定だと思うんですけど、うん、ワンピース絶対ビッグモンと戦えないんで、うん、もともと戦うとカイドウぐらいしかいないんで絶対戦うと思うんですよ。黒ひげは戦えるやん。あ、まあ、黒ひげはおそらくラスボスに近い、うん、そうですね、まあ、最後だから置いとくとして、うん、シャンクスはシャンクスもラスボスだと思うけど、シャンクスも戦おうとしてまあカイドウでしょ当面は。そうですね、うんうん、さてどう倒すか。どう倒すかですね、やっぱ強くなって倒すんじゃない、うん、えジャンプそれはちょっと見たくないでしょ、修行してさドラゴンボールでやったパターンやけど、それこそもう精神ときないやルフィだけ2年経ってるまあでも一応あれね、桃之助が桃太郎で、うん、ルフィが、猿やから猿で、うん、犬とキジが出てきて、うんうん、キジは誰、マルコ、キジは分からへんな、鳥って誰かおる、マルコぐらいしか思い浮かばないですけどね。いやまああれちゃう、うん、ほんまやね、パッと思いつくとしたら、うん、でもなんか名前の中に、あ、鳥っぽいやつが入ってるやつとか、うんうん、あれちゃん、モルガン、モルガンあれほんまの鳥やないニュースの人やろ、新聞社の人やろ、そうそうそうニュースの情報の力でファイブアイズやそういう、まあでも、あ、小田さんもあれどうやっても倒せないっていうものをキャラとして作ったっていうふうに言ってたよ、カイドウ。ああなるほど、そういうパターンもありますか、うん、実際ビッグマムが向かってきてますからね、うんうん、そこはなんかゴシゴシャーってなるかもしれない、うんうん、倒さないっていうか、まだ倒さない、いや倒せないのをどうやって倒すか自分でも分からないけど、そう、分からへんやつを漫画の主人公に託したみたいな、そう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 、あなるほどね、っていうようなことをどっかで見た気がするような気がするそれはほんま分からへん、前夢ブラック太郎の夢ねえ、ヨー太郎がブラック太郎が謎の嘘を掘り込んできよったから今考えたらそんなわけないよなって思うんですよね絶対小田先生そんなネタバレ言うかいやなんか言ってたよ本当に本当に、うんうん、どうやって倒すんかなって思うな。でもお酒が好きっていうのはちょっと弱点になり得るかもしれないね。ヤマタノオチでね言ったらそうだよね、うんうんうん、酒飲ましまくって倒してもなんかね、でも多分あの人たちの作戦はそうなんでしょう。ああそっかそっか、うん、鬼ヶ島に乗り込む時の作戦は多分そういう感じだと思うんですけど、でもそれで倒しちゃ思んないし、そう思んないというか、俺はそのあれやん、肩こり倒す時も、うん、真っ向から勝負して倒したいみたいな感じでやってたのに、はいはいはい、カイドウは酒飲まして倒した全然おかしいやんってなるからはいはい、はい、キャラブレまくってるやんけってなるから、まあ、それはないでしょうね、うん、結局その作戦失敗したっていうような、そうですよね、流れでやるんじゃないかな。でこの足がどうなるの何のコーナーや、そして30分やぐちゃ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 やね、まあ
そうやね、ここら辺に来た時、ここら辺に来た時とかにロング狙いで、入っていくようなイメージで僕はいるんですけれども、はい、と言いましてもそんな博打をするような相場になるかなっていう感じですね。こんくらいボラがドーンあるような時やったらさ、やる価値がほんまにあるんやけど、はいはいはい、華々しく散るしね死ぬ時はね、うん、で儲かる時はすげえ儲かるわけやから、うんうん、まあ、でも今回取れてたらすごい良かったけどね、うん、これで戻すとしてもこのくらいの緩い上昇しかできないんじゃない、まだ。はいはいはい、うん、もう一回下げやが順当なんで、どっかもう下を狙いに行くって感じ。もうそこを狙おうかな。そこを狙逆張りするってこと。そこを逆、うん、ほぼ逆張りぐらいの、そこを狙いに行って散ろうかな。いや散らへん散らへん。いやちゃんとそれはある程度その相場のあれに従って、うんうん、まあ、ここでおしめやな、おしめ作ったなっていう時にゴンと入ろうかなと思いますね。はい、うんうんうん、っていうことでもう自己完結してるけど、はい、今回はこんな雑談でした。ジャンプの話がほとんどまあ僕は王道で言うのはその下 の、うん、あの青いライン、青いライン、うん、青ラインね、11月が引き出されたんですけど、うん、その長期のね、うん、サポート前のサポートを超え、もう一回超え、はい、もう一回下げて、うん、でもそのサポートライン割らずに、うん、もう一回上げて綺麗ないわゆるダウダウダウ N 字のトレンドフォロー入った時に買うのが一番綺麗ですけど、まあ言うたら、こうなって、うん、こうなって、うん、ちょっと上げて、上げて、降りて、向かって下るときにそのライン割らずに、割らずにこの一番下のところの下に終わらず、ちょっとまあ言うたらそうですね。どこやったっけな、これだ。和の国ってあれ、うん、ズイザーさ D になるんですよね。え？和？和の国ってあれ漢字じゃなくてカタカナです。カタカナ。和の国でしょ。お。和のとこにのを入れたら D の国になる。うわお！すげえ小田さん。すげえな。いや分かんないです、そういう説があります。いやいやそうだわ、うん、そうとしか思えないわ。だから D の石っていうのは日本の石ってことですよ。はあ、まあ言うたらさっき言ってたのこうね切り替え早っこういうことよね。だからあ、そういうことですよ。この何ていうの、ここが、うん、まあ、ここで追い返すとするやん、はい、みたいな。ほんで次の上のとこに、まあ、行ったとして、うん、次ここ下にを切り下げずに、はいはいはい、もう一回上げていった時のここら辺で行くのがいいんじゃないかっていう案だよね、うん、一番ベタなのはそれでしょ。じゃあベタで行こう、うん、ベタベタ、まあ、お手本とするならそれですよね、うんうん、まあこういう感じね。いわゆるそのこう、うん、ダウ理論で上げ、うん、買うならね、な週足でそれになった時にっていう風にしようかな。ああ、まあそれでもいいですけど、うん、それか、まあまあまあ、お手本としてやるのはそれが一番お手本ですけど ね、それが面白いかどうかは分かんないです。え、何?YouTube 的に面白いかどうかは僕には分かんない。いや、そりゃそうや。YouTube 的に面白くないかもしれない。しかし、うん、焼肉に行けるかもしれないよ。おー、うん。どっちにしろ面白いじゃないか。いいじゃないか。うん、焼肉ではだからね、YouTube で話せない経済のもっと本当の裏話と。うん、ワンピースの裏話と。早く行かんとね、早くやろう。焼肉とか関係なくもう開催しようまずはまずは開催しようっていう感じね。今はこういう感じでね、こういう感じでガンと跳ね返されてここら辺にいますよっていう感じの状態ですが、うん、まあ、ここからどうなるかということですね。はい、そうか、和の国は結構だから力を入れた回というかシリーズなんですね、小田さんのワンピースの中でも。小田さん、これはちゃんと言ってたと思うんですけど、小田さん一番書きたかったのが和の国編って言ってますよね。なるほどなるほど。だから結構大きなことになると思いますよ。うん、じゃああと1年ぐらい続くの。いや、もっとずっ、ああそうかもしれないですね。うん、あの4個、あのワンピースのキャラクターって特にあのな
その敵の名前が今後の世界を暗示してて、うんうん、白ひげってエドワード・ニューゲートでしょ。そうです、ね、ニューゲートってことは新しい扉を開くっていう意味で、はあはあ、新世界、新世界に新しく海賊の必要になったように、うん、カイドウってことは新しい道ができるってことですから、うん、海賊王の道ができるようなストーリーになっていくんじゃないかと僕は思ってます。カイドウってそういう取り方をするんだ、うん、うん、道が開くっていうことか。カイドウなんとはカイドウのカイドウ、ああそういうことね、あの海賊への街道っていうかなと僕は思いますけど、ね、ああなるほど。最初聞いた時にあの人フルネーム出てないでしょ。出てました、出てないし、出てない、まだ出てないですよね、うん、だから分かんないですけどね。僕は街道ってあのあっちの弁慶みたいな、あっちの何ちゅうの街道、弁慶って力の強い男の子みたいな意味の街道ああ欠けてるんじゃないですか。ああそう思ってましたね。街道それそっちの感じよう思いついたえだってあれやん、空島から落ちても死なんかった人やで。あ、そうそうそう、死なへんやん、うん、みたいなね、はいはい、なんかでも海につけたら死ぬんですよね多分ね。能力者か分かんないし、ね、能力者でしょだって竜に。あ、そうかそうか、そうですよね、うん、じゃあ海楼石で倒すの、それも思うのよな。海楼石のなんか和の国やからすごいちっちゃいやつあるんじゃないですか。釘で刺して倒すの、うん、思うのよね。ウソップが打ってゾロが切ってそうそうそう草薙の続きで出てきて、そうそう思うんだよそうですね、面白い展開を考えるっていうのもなかなかですね、この魔の国っていうのは、うん、まあ、あのだいぶ楽しみにしておりますという話ですけれどもというわけで、はい、これ絶対別々の動画したのがまああったと思うけどいやそれはもういいの、また今度にしよう、はい、また今度しよう、うん、また同じ内容をやりますでも何分喋って全然終われへんよこの番組そうそうそう、まあ普段はねこんな感じで僕らあの内容がわけわからん入り混じって喋る人間なんで、はいはい、僕はわざと振ってるだけです。あ、そうですか、あ、そうですかというわけではい、はい、うん、あ、結局どこで買おうかあんま決まってないけどいいんですね。それ焼肉コーナーでやるんですよね。焼肉コーナーでまたやります、はいはいはい、焼肉コーナーでまたやります。焼肉そうそうそう、うん、どこで買うか、うん、視聴者投票しよう。手に投げた。そうそう。ちゃんとやりますよ。焼肉焼肉はあなた次第。なんていう企画やね。投げすぎやろ。それ面白いねでもな。今やこれもこれは全然別企画で、うん、七藤さんのポケットマネーで、うん、視聴者投票でどっちかが君に面白いんじゃないですか。何言うてんのポケットマネー、七藤さんの あまりに余ったお金の1000万ぐらい持ってきて、ね、視聴者投票で売りか買いか決めて、こういう方にその日もう意味何のチャートの根拠もなくやるみたいな。いや僕は面白くない全然それで儲けた分全員で神尾さんのお金でやったら僕面白いからやりましょう。僕は全然大賛成。僕お金大事にしてる。なんでやねんお金は遊びに使わないんで。ええ、YouTube のお仕事やこれというわけでね、はい、そんな企画もやりません。この、ね、サブチャンネルを編集してくれる人の編集室さん出るんですけど、何ちゅう動画撮ってるって今思ってると思うんで編集できんなって思ってると思うんで、そろそろ締めましょう。締めましょうねこんなダラダラやっててもしょうがない、はい、さよならありがとうございます。長いこと見ていただいてなんかちょっと役に立ったらよかったです叩き方すいません